そろそろ無理だと思う。無理というのは？君の、いや、君たちの今の生活だ。君の問題ではない。ここ9ヶ月間の間に起こったおかしな事件や物騒な事件、このごく平凡な学校で本来起こるはずのない真に深刻な事件では例外なく彼女が中心にいる。気づかないわけがない。そう、気づかないわけがなかったんだ、チド。ブルズセブン、効果成功。各位、健闘を祈ります。艦長、いよいよ始まりましたね。はい、今作戦は戦術マップで AS を指揮するシミュレーション RPG です。各機に指示を出しミッションを遂行するとのことですが。ええ、相良軍曹、攻撃を許可します。ダメージは部位ごとに蓄積され、武装の種類でその効果も異なります。例えばショットガンのような散弾タイプは全部位を攻撃、アサルトライフルのような連射武器は狙った部位を中心に複数回攻撃、ショットガンでも鉄鋼弾タイプは部位1箇所を攻撃。もっとも狙った部位に命中するかどうかは別の話ですが。他にも様々な武装がありますから、敵機に合わせて最適な手段を選ぶ必要があるわね。 SRT 各位、君たちの日頃の鍛錬はスキルツリーで行われる。戦闘スタイルに合わせ必要な強化を行え。さて、ミスリルでは最新鋭の AS を運用しています。改めて確認しましょう。外さねえ。まずは M9 ガーンズバック、高機動性に優れた最新鋭の第3世代アームスレイブですな。組合上等。続いて M9 指揮官仕様、メリッサ魔王総長の AS です。複合ブレードアンテナが特徴的な機体ね。射線は通っている。そしてこちらが ARX7 アーバレスト、専任オペレーターは相良宗介軍曹。ラムダドライバーをミスリルで唯一搭載した機体です。なんで、なんでこんなことになってるの。いよいよ本格的に行動を始めたアマルガム。千鳥、近くに隠れているんだ。ミスリルは潰す、囁かれし者は奪う。ウィスパードの要さんをめぐり物語は大きく動き出します。そろそろ約束の時間だな。ようやく会えたな、相良宗介。もしかしてクリスマスの時のことを気にしているんですか。ヨコが、みんなが、あなたとお別れする予感で。これが僕の AS ベリアルだ。ジェネレーター停止、機体を放棄し脱出を。もうやめて、ついていくから。千鳥、やめろ。聞こえたね、相良君。一発で決めてやるよ、一撃必殺ってな。カウント3で集中攻撃を。俺なりのアートを披露する。逃がさん。覚悟は済ませたがいい。メリダ島を襲撃する大部隊、神代高校に迫る刺客。容赦のない攻撃にミスリルは手痛いダメージを負い、カナメさんもまた。終わらせてやる。そして舞台はナムサクへと移る。警戒を怠ったな。新たな戦場、そして新たな出会い。やっぱり私、あんたのことわからない。なんていうのか、変ね。AS 同士が戦い合う現代に蘇ったアレーナ、あれはこの街でしか取れないものだからね。ガンハウザーモードに移行を完了。確実に当てる。絶対に連れ戻す。この場所に連れ戻す。我々は決して諦めない。汚名をすすぐその日まで。プレイステーション4フルメタルパニック、戦うフーデアーズウィンズ、5月31日発売。マリューカスさん、作戦開始です。アインマン、ミッションスタート。